車をいじらずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。介助者ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは高橋店長です。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。マイバッハ GLS600。 はい、これ本物っすよね。本物です。あのボンドボディでも制作の過程、一番最初のをちょっとご紹介させていただいたんですけども、ついに完成したということで、はい、こちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず車の入庫の経緯なんですけど、はい、さっき聞いたらあのほぼ新車の状態でご入庫いただいてるということ で納車して次の日に僕が引き取りさせてもらってお客さん乗ってないですね。夜さらっと見たぐらい。お客様乗るときにはもう改造されている状態ということ で、 で今回もフルフルでエアロを組ませていただいたということで、はい、こちらメーカー名を、まあ、ラルテ、ラルテデザイン、はい、こちらのエアロを取り付けさせていただいたと、はい、あの実はこれ去年の5月にドイツ出張であの本社の方にも僕ら行かせていただいて見させてもらったエアロなんですよね。であの僕の方からご紹介させていただくと、ロシア初の本当は、うん、エアロブランドなんですけど、今いろんなこう情勢の関係で、まあ、生産拠点だったりとか、うん、あと本社なんかもドイツに移して、まあ、ドイツチューナーとして再スタートしたような、そんなようなエアロメーカーというかチューナーになってくると。でこれはどの辺が変わってるんでしたっけ。もうここフロントはもうここから全部ですね。というわけで上半分がじゃあ純正バンパーで、下側をもうごっそりこのラルテデザインのバンパーに交換してると。でここら辺は塗り分けしてるってことですか。ここ、そうですね、ここ塗り分けてます。ちょっとダクトっぽくこのセンサーの部分だけ塗り分けして、はい、でこの大きい3連のダクトはこれ純正バンパーでもメッキであの3連のダクトがあるんですよね。はい、なんでそれをそのままデザインとして生かしつつこの大きいリップがついてると。そうです、そうです。だいぶ出てるんですね。だいぶ出てる、ここもだいぶ出てる、ね、確かに、はい、純正結構こうつるんってしたデザインなんですね。なんでこれが丸まってるような出っ張ったデザインになってくると。でこれ下側も結構確かあれですよね。そうなんですよね、この辺までちゃんと作り込んであるんで、はい、かなりしっかりしたデザインになって、はい、でこれ横側はそこも塗り分けてますね。デイライトが入ってますね。なるほど、この真ん中に細いデイライトが入ってて、ここがダクト風に塗り分けられてると。はい、はい、でしかもこれ素材がなんとドライカーボンなんですよね。そうです、はい、なんで非常に軽量なのと、あとフィッティングがめっちゃいいんですよ。そうですね、これびっくりじゃない。これ純正バンパーと組み合わせるんですけど本当にぴったり、なんかうねうねうねってなってるとかほぼない。ここもそうですね、こっち純正で、あ、そっかそっかそっか、その辺なんか本当にぴったり、はい、だ言わないと本当にわからないぐらいの。だから結構安価なエアロとか FRP なんかだと表面ボコボコしちゃったりしますけど、うん、やっぱりドライカーボンだと変形強いんで、まあ、その辺がかなりしっかりされていると。あとはこの辺のバンパーをつける関係でなんとナンバーベースが交換してあるということで、はい、そうですね、あの純正がなんか結構かっこ悪いナンバーベースなんですね。そうなんですよ。で結局ユーロナンバーベース用になっちゃってるんで、あ、そうか、つかないんですよね。だここが本来ユーロナンバーベースがはまるこのへこみなんですよね。そうです、そうです。で日本のナンバーベースがあの本当にあのお弁当のザ・タッパーみたいなあの四角いでっかいの、あの乗ってる方だと分かると思いますけど、すっごいでっかいのなんだよね、はい。で今回つけられないということで、はい、ベースごと交換して、はい、でこれも塗ってあるんですよね。塗ってあります、一応、まあ、ほぼ見えないんですけども、はい、薄い、一番薄い車外の純正、ね、純正じゃないやつのナンバーベースを使って、はい、この辺なんかもしっかりやってると、はい、だからこの辺をやってあるかやってないかでだいぶ雰囲気違うと思うんですよね。そうなんですよね、あそこにここにお弁当箱つけちゃうとちょっと、かといってなんか汎用のステーとかでこうピュルって出したりするとちょっとこうお手軽感というか感じちゃうんで、はい、この辺なんかもしっかり作ってると、はい、そしてあとは今回ホイールはノーマルということで。そうなんですよね、23インチノーマルで履いてるので、まあ一旦これでっていう感じで、はい、そしたら思いのほかあのしっくりきちゃって。そうなんですよ、これでいいかなってダメです、はい、変えてください、お願いしますお願いします。だから純正でもやっぱりマイバッハって結構こう攻めたデザインというかちょっと社外感あるホイールなんで、かなりまとまりがやっぱりありますよね。うん、そうなんですね。ということで今回はこの純正のホイールのまんまですけれども、はい、ただここは変わってるんですよね。変わってます。なんとオーバーフェンダーでって言ってもそんなにめちゃくちゃワイドになってるわけじゃないんですよね。そうですね、本当にプラスアルファぐらいな感じです。すごいナチュラルにこうオーバーフェンダーで、はい、ここのパーツとあと後ろ側の2ピース、はい、あでここダクトも別なんですもんね。そうです、3ピースのオーバーフェンダーになってると、はい、でこの辺はあれですよね、センサーのところが抜いてなおかつちょっとダクトというかスリット形状になってで、ここは1回へこんでると、はい、でこっちは別パーツでここ抜けてないんですよね。抜けてないです、はいはい、もう単純にこの
別パーツとしてダクト風のデザインと。でこれ塗り分けも結構できるかなと思いました。前もそうですけど。そうですね。ただまあボディが白なんで難しいんですよね。マイバッハメッキがちょっと主流なんで、はい、どうメッキを生かすかっていう。ここは全部同色で、はいはい、今回塗らせていただいて、はい、だからまた2トンの車だったりとか違う色の車だったりすると、そうですね、結構またいろいろやりようがあるのかなと、はいはい、こんな感じになってると。そしてサイドスカートはこれ純正ですよね。純正です。ただ純正は黒なんで、まあ、ここを白で来るんで塗り直してます。ボディと同色というわけでこの辺も塗ってある、はい、だから結構低くも見えるし、そうですね、はい、このフェンダーとのつながりもちゃんとできてるのかなと。あと全体的にローダウンは今回はローダウンは、IID のロアリングキットで基準値プラス部品で、はい、どんくらいでしょう。結構3センチ4センチぐらい下がってますね。そうですね、3センチぐらいですね。ただ純正の穴を上げたり下げたりっていう機能が全部使えるんで、はいはい、まあ、そのままご利用いただけるかなと、はい、そして後ろも同様にオーバーフェンダーになってると、はい、これがだからびっくりしたんですよ。これこのフィッティングの良さぴったりです、はい、これちょっともう純正かっていうぐらいの、うん、もうここのボディ側の隙間ももうぴったりだし、ここのクリアランスももう全部こう揃ってるというか、そこもふにゃふにゃってなってるとこ一切ないんだよね。そうですね。というわけでこんな感じのオーバーフェンダーがついてて、リアは前後ともさらにこうスペーサーも入れて出面も調整してるということで、そうですね、やっぱり多少ワイドになるんでその分引っ込んじゃうんで、はいはい、出してあるということで。そして後ろも同じようにダクトデザインになってます。そうです。ここもまあ塗り分け、はい、できると思います。なるほど、はい、なんでまあ違う色の車とか、はい、まあ、参考にしていただいてもいいのか、はい、そして後ろもバンパー下半分が交換されているということで、はい、で横がここがちょっとスリットっぽくなってて、でこっちは大胆に割と塗り分けられていると。そうですね。で真ん中が塗り分けが結構難しくて、確かにラインがどこで切ろうっていう感じなんで、純正がサイドスカートこう黒かったりするんで、まあ、その辺に関してはもうちょっと黒を多くしたりとか、逆にもう本当に全部真っ白にしちゃったりとか、今回みたいに後ろだけこう黒なんていうのはいろいろやりようがあるのかなと、はい、まあ、プレスラインがいろいろあるん で、 そ、 うです、ね、まあ、その辺生かしていただいてもいいのかなと、はい、そしてここがナルトといえばこう縦のランプがつくと、はい、これはブレーキブレーキランプですねに連動してるランプをここに埋め込んであると、はい、あでこっちも開いてるんじゃなくて塗り分けてるんですね。そうです、そうです、はい、こんな感じで。そしてマフラーカッターはなんと、はい、純正63用が、そうです、63の純正を使う設定になってるエアローパーツですね。なのでこの辺のフィッティングだったりクオリティなんかも、あ、 AMG ってちゃんと入ってありますね、はいはい、というわけでこの辺なんかもしっかりやってあります。じゃあ毎回のことながら内装はカスタマイズしてないってことなんですけど、はい、僕が単純に見たいってことでちょっとチェックしてみたいと思います、はい、でこれ電動の大きいサイドステップが、はい、これ純正ですね。でこれなんかエピソードがあるんですよね。でかすぎて奥様がそう、はい、びっくりしちゃった。こんだけこんだけ出るんでめちゃくちゃ乗りやすいんですけど、ね、これだけのものがほとんど見えないですもんね、はい、いきなり出てくるんでこんな感じになっております。そして内装はマイバッハなってるとこハンドルだったりだとかシフトだったりだとか、あとペダルとかも違います、ね、あ、その辺も違うんだ、はい、でちゃんとメーターに出てくるところも全部マイバッハになってるということで、はいはい、結構違いますね。そうですね。そしてもう一個びっくりしたのがこのお車なんと4人乗りということで、そうなんですよね、これやばいね。これをファミリーカーでお使いになってるということで、そうですね、まあ、他にも SUV とかお持ちなんで、あ、ですよね、まあ、この辺のクラス乗られてる方はめちゃくちゃ豪華な車と、そうですね、だからこう外側のカスタマイズと中の豪華さが非常にマッチしてるから、はい、こんな感じのお車になっております。じゃあ最後になりますけども、はい、まとめいいですか、はい、いかつい、いかついあのベース車両もいかついし、そもそもマイバッハでカスタマイズってあんまりないっすよね。そうなんですよね。ケースとして見かけることも変わるんでないですし、うちで触らせていただく機会も結構少ない車種で、はい、これだけガラッて変わるんでラルーテ非常におすすめかなと。でラルーテ結構あれなんですよね、あんまりこうエアロパーツがない車種に、うん、そうですね、設定があるっていう SUV が多いですね。なんかエスカレードとか、はい、あと X6 とか、はい、あの辺なんかもラインナップしてるってことで、僕も本社行って社長さんとお話しさせていただいて話聞いたんですけど、やっぱりちょっとその辺の網羅してないところが割とこう重点的にラインナップしてるんだよなんていうのあったんで、もし気になる方がいらっしゃいましたら、はい、ホームページなんか見ていただけると意外な車種も設定あるかもしれないんで
でクオリティも抜群なんで、そうですね、ぜひその辺はお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はボンドショップ裏でカスタマイズさせていただいた車を紹介させてもらいました、はい、各種 SNS とボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。